こんにちは。私の過去はコメントおじさんでございました。まあでもあのコメント作業っていうのは全然私としてもね、狙ったところがなかったわけじゃなくて、とりあえずコメントをたくさん書こうとするとタイピングは少しでもトレーニングになるじゃないですか。それからお話の内容に対してコメントなんで、ちゃんとね聞くっていうセンスも育つと思うんですよ。プラス自分がコメントを書くことによって他の視聴者さんに対して有名になることもできるし、結局実現しなかったけども山口陸さんをね広島に呼ぼうかっていう運動してたのは確かなんですよ。私は当時アイドルの応援をしているそのスタッフをしててね、でアイドルっていうコンテンツがあるから一緒に電子書籍作りに来ませんかみたいなことで語りかけていったら、今年は必ず行きますとかね、来年こそは行きますみたいなね、結局来なかった山口陸なんですけどもまあそういうこともできると。だからできる限りのことをして何かをね見に行こうとしたっていうことなんですよ。でも当時私ほど行動した人は他にいなかったんじゃないかなと思うんですよね、だから当時私が何をしてたかっていうと、そのオリンピック選手、オリンピックこの前やりましたけど、オリンピック選手っていうのもその代表戦があってオリンピックに選ばれるわけでしょ。でもオリンピック選手でも多分昔はジョギングをしたり腕立て伏せをしたりその他に懸垂したりとか誰でもできることを同じようにみんなとやってたはずなんですよ。でもその中で分かっているけどもやらない人がいたり、やっても一定のレベルにたどり着かない人がいたりとかして、ひたむきにやってきた人、そして自分の体がそれをね耐えうる人、そういう人がどんどん残っていって、でさらにね走るとかね何秒とかで記録を作るとか、どっかの大会で勝つみたいなもうちょっとレベルの高いことをもう勝ち抜いてきて、最終的にオリンピックのトレーニングにもちゃんと勝ってですね、代表選手戦に優勝して選ばれたと思うんですよ。で私はだから誰もができることをやる人とやらない人がいた中で誰よりもやったっていうことなんで、そこでもう完全にね視聴者さんの中でトップクラスだったと思うんですよ。で私ほど山口さんとかに名前を呼ばれた視聴者はいなかったと思うんですよね。でしかもこんにちは吉谷さん、山口さん、そして番組をご覧の皆様、速稼塾の久保です。いや当時は、ね、広島の久保ですですけどね、そうやってちゃんと宣伝もしてたんですよね。だってコンテンツ料金払ってるわけだから、それを広告として使わないと損じゃないですか。まあそういう視点が多分私にしかなかったんじゃないかなと。しかも変な人だなこの人っていう風に覚えられるってところもポイントでしょ、それはマトリックスアフィリエイトとも生きてたわけですよ。結局マトリックスアフィリエイトっていうなんかインチキコンテンツがあって、メタリウスは逃げましたけども、でもその時まで私は同じ方法で目立っていたんで、ボーンと飛んだ時に久保さんなんか知りませんかみたいな、私の配った名刺を頼りに連絡が集まってきて、今山口メタリウスリサーチしてます、ちょうど僕は VIP アフィリエーターなんで今度パーティー呼ばれてるんで多分会えると思うから行ってきますねみたいな感じでね、他にも被害者の方がいたら僕に連絡くださいって言って集めといてね、でいましたよ VIP アフィリエーターパーティーに東京行った時いた。でちゃんと言っときましたんで、多分コンテンツ再発出してくるんじゃないですかみたいなこと言うと、じゃあ今度ねまたセミナーとかあったら文句言っちゃいましょうよみたいな感じで盛り上がったりとかして、ちなみに速稼塾っていくらですかって話になるんですよね、で結局は最終的に売り上げを立たせるというところに向かっているのが、オリンピックで優勝する、ね、ネットビジネスで結果を出す人間の姿ですよ。だからコメントを書くっていう作業すらしないんだったら、その次のステップとか絶対しないと思うんですよ。じゃあその次のステップ結果は絶対たどり着かないってことなんで、だから手持ちのカードは全部使えってことなんですよね。叶わなくても使っていかないと、使ってるっていうところを見せていかないといけないし、やろうとして何かをしているっていうところを見せることによって、例えば詐欺られた者同士の中でもやっぱりこう序列ができると思うんですよ。同じように詐欺られたけども、久保さんなんか未だに食らいついてるよねとか、あの人に任しといたらなんかしてくれるんじゃないかな、ちょっと応援しようぜみたいな流れ起きると思うんですよ。で、これ別に含みがあるわけじゃないんですけども、あらゆるところでそういうふうに期待されるような自分になっていくことがすごく大事だと思うんですよ。期待されているからこそ次のなんかね自己表現アップロードとかアウトプットも多分期待してみたいっていうことでブックマークが起きると思いますし、チャンネル登録が起きると思うんですよね。そう、 YouTube のチャンネル登録っていうのは次の動画に対する期待だと思うんですよ。だから期待されて1万5000ね、期待されて吉谷さんいくら4070増えましたよね、またね R34 のおかげですごいだなと思いますよ、やっぱりね
人一人の人数がとっても重いっていうのと、これ吉谷さんこのパターンなんですけども、私の場合はトレンドでガバッと稼ぐんだけども、やっぱりね付き合いの薄い人っていうのがその分多いんですよね。ということで得て増えてあるもんですけども、とりあえずは自分の手持ちのカードをしっかり使って敗北しても勝ち上がるために敗者復活ができるように手を打ってるっていうところでございます。これがゴッドファーザーの考え方。いらっしゃい。